レディアは J リーグ、浦和レッドダイヤモンズのマスコットキャラクター。本項目では、同じく、クラブマスコットキャラクターである、フレンディア、シャーレ君、ディアラちゃんも取り上げる。1992年、当時のチーム名、三菱浦和フットボールクラブのアルファベットの頭文字、MUFC を縦に並べて開発された、架空の動物である。頭脳は、知性、ハートは、勇敢。 体力はエネルギッシュ。力強く、精悍なイメージが特徴。1997年1月26日には、大宮サッカー場で行われた、レッツフェスタ97で、レディアはフレンディアと結婚。花嫁の名、フレンディアは、1 3 3 9通6 2 0種類の一般公募の中から選ばれた。2007年1月28日、 埼玉スーパーアリーナで行われたレッツフェスタ2007フィナーレにおいてレディアフレンディアからレッツが初のリーグ優勝を勝ち取った2006年12月2日の夜、二人の間に男の子と女の子の双子の兄弟が生まれたことが報告された。毎試合ごとに積極的なファンサービスやパフォーマンスを行うたクラブのマスコットと異なり、浦和は 真剣勝負の場だからというクラブ方針からマスコットをほとんど露出させていなかった。スポーツマスコット図鑑では会えたらラッキーと紹介された。さらにたまにスタジアムに姿を現しても特にファンサービスをするわけでもなくただブラブラする姿がよく目撃されるためレッツのサポーターからは2位と呼ばわりされる。レディアが登場するのは 基本的に毎年1月に開催される、レッツフェスタ、ゴールデンウィークに開催されるファミリー、ジョインデーズの街頭試合、J1 全クラブのマスコットが集まる、J リーグオールスターサッカーの余興イベント、レッツランドのイベントのみである。このため、埼玉スタジアムには、埼玉県のマスコットであるコバトンの方が、レディア一家よりもやってくる回数が多い場合もある。その後、観客数の減少を受けて、 方針を転換し、レディアたちをスタジアムに登場させるようになった。2012年シーズンでは、チーム20周年を記念しレディア一家が、埼玉スタジアム広場にやってくるということで、埼玉スタジアムサブグラウンドで1年にわたり、サポーターと触れ合うイベントが行われる予定だったが、ホーム開幕戦から雨が続き、結局イベントは中止となった。その結果、レディアが、 雨男扱いされてしまい、責任を取らされる形で、埼玉スタジアム広場からも出入り禁止にされることになった。その後は、個人活動が続いたが、10月27日セレッソ大阪戦で、ハロウィンイベント同時にレディアの出入り禁止が解かれ、久しぶりに一家制揃いとなった。サポーターの数では、J リーグの随一のクラブのマスコットだが、 2014年の富士ジロークススーパーカップに合わせて行われたマスコット総選挙では最下位だった。ありがとうございます。